タッグワークというかですね。ああ、その辺に非常にこう、本業があまり例を見ないスタイルかなと、ね、そうですかね。でもお互いにとってこう非常になんていうか、もちろん重要なパートナーであるんですけども、うん、刺激する部分とか、はい、いろいろあるんじゃないかと思うんですけど、お二人並んでいただく話を伺いたいなと思って、はい。あの大学のクラブの無関係的な、そうですね、はい、そこでなんか 原作でアニメみたいなことをやってみたんですか。あのですね、いやそういうわけではない、ね、まあ特に何やっとったんですか。当時あの僕も絵のライフだったので、一応設定だっていう僕は思ってたんですけど、まあ彼のったんでね、若干当時はまだ若干でした。でもう最近じゃすっかり置いていかれちゃいました。キャラクターを作っていくというのは、はい、どちらから作るというわけでもないっていう。ああ、そうですね、うん、こんなんかなっていうのからだんだん発展していって、うん、それで形にしていって、うん、じゃあビジュアルの方に形にしていって、性格とかいろいろもらって、決めていて、まずあの2人で白紙に向かって書き始めるんですよ、キャラクターを。で、こう交互にやり合って、で、ふるいにかけていくような、こうだろう、こうだろう、そうですね、ウザボツみたいな感じですね。本当に最後のところからも、こんだけあって、なんか中身の文章でも用意するってこともしないわけですね。そうですね、絵で。こういうタイプの子が2人でね、感じて、あ、そうですね、二コマ漫画みたいな感じですか。で、まあそれで大体わかるんで、キャラクターですけど、あの性格キャラクターを使うんですけど、これはあの彼がかなり監修してるんですか、あのシナリオをもう随時チェックして、違う、この言わないよ、このキャラはこう言わない、怖いに合わないっていうね、だいたい、だいたい分かって書いてるんですけど、いや、ここは違う切られますね。それはお互いにこう監修とか、出来上がった時点で僕は絵に関してチェックになりますので、彼はシナリオに関してチェックになります。だからお互いに満足するようなその人物を磨いていくわけですね。はい、でもキャラ人気の出方って何より嬉しいですよね。あ、一番嬉しいですね。この形式でやってるんで、ロコロからお互いにそういうの情報交換しちゃうわけですね。そうですね、ちょっと生活に苦しかった気が、当時今はまあちょっとマシになりましたけど、非常に近いところなんで、で本とかは2人でどっちが買ったらいいやみたいなのがありますので、だからその証拠というか、本棚は共通なんで、こいつの部屋に本棚あるんですけど、ここ持ってってこれが借りてくるような状況なんで、大体同じようなものを見てるような感じですね。気づいていくわけですね。まあ、ナイトジャンキーをやってた時に、まあ、ちょっと絵とストーリーマッチしてないかなっていうのは、まあ、個人的にはありまして、で、まあ、彼を使うならこう使った方がいいだろうっていうノリが、まあ、僕なりにありまして、うん、で、まあ、こっち来たんですけど、あ、それあの持った瞬間、プロマットですなんかこういうところの話っていうのは、経営者の方から、メッセージがあったら、それだけとし、そうですね、毎日の生活、毎日を学園生活っていうのを体験できるようにしてるところがありますので、あとはセリフが多いんですよ。なんで、微妙にこう、
き合い方が変わっていくっていうのが、あのまあゆっくりしたってあのテープで語られているんで、その辺楽しんでもらうと思ういいかなと思うんですけど、話してくる言葉のニュアンスがこれ気合が徐々に深くなっていくっていうその、はい、まあキャラクターのバリエーションが今回いろんな別のシーンをこうやってやってるんで、今回はかなりのバリエーションがある、うん、その辺のところも確率的じゃなくて広がりができた感じはあるんで、うん、でまあ、反応が楽しみに、うん、なるのも楽しみになるかもしれない感じですね。まさしく。はい、どうもありがとうございました。